さて今度は発音でございます、はいえー、我々はこういうところあまり動かさないでも喋れてしまう言語ってお話は、えー、してきておりますけれどもということは動かす練習をしないと欧米の言葉の歌はなかなかね、えー、ぽくならないと。 はい、で息も吐きながら口の中の筋肉もいっぱい使いながらさらにはいこういうところもいっぱい使っていこうという練習でございますまずは、はい、唇周りの筋肉をいっぱい鍛えていく練習です特にこの上唇を英語ってこうやって使うんですよねはい我々はこうやって閉じててもできちゃうんですけどこいつがねなかなかの癖もんでございますのよはい例えばピーの音一回内側に入れて それから「ブ」「ブ」それから,、B ね B B れから M「M」の音「む」「む」「む」はい「P」「B」「M」はいこれ三つ続けてどうぞ「プ」「ブ」「ムもう一度「プ」「ブ」「ムはい。今度は f と v ですねこれも学校で我々ら唇噛みましょうって習ってくるんですけれども噛むだけだとこうやって噛んじゃう人いっぱいいるんですけどここをねちょっと閉じるっていうのが、うん、で FVVF、はい、それも唇もあんまりかかわまずに内側を軽く噛むってくらいですね FV はい さあそして今度は「T」とか「D」これもねは苦手な人多いんですけどもはいベロの先っぽを上,上の歯の後ろ側にちっちゃく当てるで弾きます「T」「T、はい」「D」は優勢音になりますね「D」「D」「T」は「T」「T」「D」「D」「D」はい T は これが私たちどうしても広くなっちゃうんですよね。そすとダダとかダダとかなっちゃうんですが、ぜひちっちゃく当ててみてください。さあ、そして今度ははいおなじみの L と R なんですけれども、はい L はおはいベロがこうまやっぱり前歯の裏側につくんですが、はいお先ほどよりはちょっと広いですね。おそして R でございます。R ねえもうこれもああのまあ、面白いではば面白いんですけども全く日本語にない唇口の中の動きですよね。はい、uh. えーまあまベロの中を丸めるっていうのはう学校で教えられてきてますけどベロもこう丸めるだけじゃなくてこうやって丸めてあげる脇も、uh. そしてこの唇もこういうふうにカーってねすごいね。でこれ彼ーで出す。でく、uh. ね、これの練習方法としてあの田中邦恵法って <laughs> 勝手に名付けてますけどあの北の国からのね、えー、お父さんでございませんじゃいよーほたりよーこんな風にぜひこういうところもう鍛えてあげてくださいさあそしてもうちょっとですね TH あ そうですね。th もやっていきましょうか。th も無声音と有声音ありますが、はい、えー、これもベロ軽く噛むは結構教わってきています。けれども、軽く噛んで弾く。有声音では、th？はい、ということでございます。それから s と z ですが、先ほど腹式呼吸で。

がビビリリ言うと思いますはい、S と Z を行ったり来たりしてみましょうか。はい。で、よく S のお話の時にするんですけれども、S と SH だと英語では決定的に意味が違ってきます。例えば、見るとか海なんていう時は C って言いますよね。今の S です。C ところが「彼女は」っていう方は C はい CSH になりますよね。これ英語語ででは全く違う意味にななる単語なんですよねそれはご存知だと思うんですけど発音になるとなぜか皆さん一緒になっちゃう方が多くて「CCC」って「ディズニーシー」はい行くもあってないって感じなんですけども「はい C D とか言っちゃってね それもそれで面白いんですけれども「C」と「C」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 「これも行ったり来たりチェンジできるようになるといいですねはい曲の中ではこれ瞬間瞬間入れ替わったりするので「C」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 「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」「」」」」」 C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  はいこの噛み合わせがちょっと変わってくるってことですね C C C はい、えー、英語の早口言葉で「シーサイズ・ー at the seashore ってありますね彼女が売る貝殻を海辺でっていう「シ s s e a s ー e l l s at the seashore はい、こんな早口言葉もあります。のシシの区別の練習でした